こんばんは、吉明の金魚飼育日誌2回目です。前回の配信に対して、コメントをいただいていますので、ここでも返信させていただいて、視聴者さんとのコミュニケーションの場にしたいと思っています。まずは金魚イエさん、超可愛かった、ありがとうございます。金魚さんのツイッターでの娘さん息子さんのつぶやきを見て、自分も可愛いなと思っていつも見させていただいています。次はトサキンと愉快な仲間たちさん、桜トサキン綺麗ですね、長尾楽しみにしています。本当トサキンも、続けたい気持ちもあって、見たことないようなトサキンも作りたいなと思っているんですが、長尾で今までなかったような長尾をまずは、目指したいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。YouTube の配信に対してコメント等をいただけると、嬉しいものですね。自分もいろんな金魚に関するチャンネルを、視聴しているので、積極的にコメントしていこうと思っています。吉明の金魚飼育日誌に対してのコメントは、YouTube のコメント欄とか Twitter でも Instagram でも、媒体を問わず、伝えていただけたら嬉しいです。このチャンネルの更新は、平日の毎日、17時頃、アップロードをするということを、目指したいと思っています。それでは、金魚飼育日誌、2回目の、題材はグリーンウォーター青水についてです。青水とは、何ぞやということからですが、ポチッと、検索しますと、青水とはグリーンウォーター青水は屋外でのメダカ飼育または淡水魚を飼育している方ならよく見かけることもある、あの池や湖のような緑色の水のことです、と書かれてますね、インターネットの検索ですと。あと、また青子や水の花などとも呼ばれています。水の花って聞いたことないですね、私は。緑色になる理由は青子などの植物プランクトンの大量発生が原因です、とのこと。水の花って皆さん聞いたことありますか？ちょっと水の花で、検索してみますと、水の花あるいは藻類ブルームは微小な、藻類が高密度に発生し水面付近が変色する現象とのこと。ブルームは花という意味ですね、フラワーみたいな感じで。金魚飼育の観点から見ると、青子、水の花は、卵巣、シアノバクテリアですね、卵食細菌なので、そもそもかつては主食物と思われていましたが、細菌なので、金魚飼育における青水やグリーンウォーターと、青子、シアノバクテリアは違うと言えるかなと思います。緑藻類ではクロレラ、イカダモ、三日月も勲章も等がありますかね。緑藻類は無臭で、卵巣は刺激臭とか言われるんですけど、濃縮の生クロレラを使ったことがある人は分かると思うんですが、めちゃくちゃ臭いので無臭ではないと思いますね。ちなみに青子は毒持ってるんですよ。卵巣毒というのを持ってるみたいで、人や家畜が飲むと、歩行異常とか筋肉の麻痺とかそういうことが、可能性としてあるらしいですね。あと魚の大量の変死、突然死みたいなんですね。そういうので卵巣毒が原因であるとされた事例も、あったみたいなので、
なるべく、金魚飼育では取り除くのがいいかと思います。よく浮かべる水温計とかにくっついてますね、シアノバクテリアですね。でも一方で金魚の色揚げ飼料としてスピルリナがよく使われてるんですけど、スピルリナも卵巣類なんですよね。それはいいのってなりますよね。でもスピルリナは厚生労働省が安全評価をしていて、食べても大丈夫だっていうふうにちょっと保証評価してくれてます。だからダメな卵巣と良い卵巣があるんですね。ちなみに、ガリガリ君の青色はスピルリナの色素です。青いやつね。まあちょっとどうでもいい話になりましたが、まあ、長くなりましたんで一旦これで今日は終わりたいと思います。ほんじゃあね。